皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日はね、私のまたユーロトラックシミュレーターのおすすめモッドをご紹介していきたいと思うんですけども、本日ご紹介いたしますのはマフラーサウンドでございます。で、まあ今私普通にスカニア乗ってるんですけども、普通のスカニアのノーマルってまあ普通にまあこういう風にマフラーついてるんですけども、サウンドが普通のサウンドなんですよね。この皆さん聞き覚えのある普通のまあ音で、まあこれも普通にリアルなんですけども、まあ最近私デコトラとかそういうものをご紹介していく中で、あのマニュアリのサウンドあると思うんですよ、デコトラのね。で、海外ではマニュアリっていう文化はないんですけども、あの直感サウンド、オープンパイプって言うんですけど、オープンパイプのあの V8 で、こちらの方の馬力アップのあのモッドが流行ってますんで、そちらの方のモッドのご紹介をしていきたいと思います。ではでは早速、はい、で、まあ、モッドマネージャーに来たんですけども、私のおすすめのモッドはこちらのモッドスタジオさんのスカニア V8 サウンドオープンパイプ1と2ですね、こちらになります。で、こちら、まあ、マーク出てますようにワークショップでゲットできますんで、ワークショップ行きます。で、そうしますとこちらまあいろいろ出てくる中で、スカニアこちらの方押しまして、で、まあさらに下の方でこの下の方のですね、エキゾーストこちらの方をクリックします。で、そうしますとスカニアのエキゾースト部門が出てきますんで、こちらの方からまあ好きなものね選んでいただければなと思います。こうやって黒煙が出るものもあれば、いろんなものがありますんで、で、下の方にあ、ありますね、こちらすでにこちらスカニア V8 オープンサウンドパイプ1、こちらの方と1がありますんで、1を探してください。1ありましたね、こちらスカニアのオープンパイプ1と2ですね、こちらの方を選んでいただければなと思います。で、こちらあの結構おすすめなのが760馬力のエンジンもセットなんですよ。なんであの馬力足りないと思ってらっしゃる方はこちらの方を一緒に使っていただければ、あのかなりおすすめでございますんで、両方楽しめるっていうね。で、こちらの方サブスクしてください。このチェックですね、入れていただければなと思います。こちらですね、こちらと1と2ですね。で、こちらチェック入れましたら戻ります。で、戻りましたらこちらの方ね、2つこの状態で出てくると思いますんで、クリックしてこちらですね、ボタン入れて入れていただければなと思います。そしたら変更確認ですね、一等していただいて、で、戻ります。はい、と、そうしましたら、あの、こちらの方のね、整備工場でもいいですし、新しくディーラーに行ってトラック作ってもいいですし、こちらの整備画面、整備工場の画面に来てください。そうしましたら、こちらエンジンですね。クリックしますと、まあ、普通、ノーマルですと、こちらの方になってると思います。まあ、こちらより下の方ね、360馬力とか、560馬力とかになってると思います。で、下の方に行くと、こちらですね、4000馬これちょっとまた、今度ご紹介しますけど、この4000馬力のやつは違うモッドでございますね。こちらですね、730馬力ユーロ6の V8、 こちらの方がマフラーサウンド込みのエンジンになっております。こちらもそうですね、このユーロ5とユーロ6の V8 で、こちらの方がエンジンモッドとあのサウンドモッド入ってる感じになります。で、こちらの方を決定して注文確定ですね。 OKでは入りましたね。じゃあエンジンつけてみましょうか。はい、と、ちょっと雨降ってますけども、どうですこのベロベロ音。マニュアリとまではいきませんけども、直感の音がうまい具合に出てるかと思います。これ普通の音っすね、これが普通のエンジン音でございます。全然違いますよね、あの直感のベロベロ音、まあ若干やっぱマニュアリに近い感じのねベロベロ音でございます。で、こちらあのサウンドのオプションの方で音量も変更できますんで、直感だとね結構私配信とかだとちょっとラブちゃんの声聞こえなくなっちゃったりするんで、30% ぐらい
音量低くしてるんですけども、まあそっちはね、あのお好みで皆さん設定していただければなと思いますんで、まあうまいことねやっていただけたらなと思います。あのベロベロ音はね、本当オープンパイプじゃないとできないので、まあ雰囲気のあるカスタムした車にはやっぱりね、エキゾーストもそれなりにね直感でベロベロやった方がまあ雰囲気が出て面白いかと思います。まああと760馬力のエンジンセットなんで、あの大抵のものを運べると思いますんで、すんなりスムーズにね、ぜひぜひねそちらの方皆さん試していただいて、まあストレスのない運送をしていただければなと思います。まあ次もね、またラバちゃんのおすすめモッドをご紹介していきますので、そちらの方ね皆さん楽しみにしておいてください。はい、それでは皆さん、また次のおすすめモッド紹介でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。